はい、ということでですね、今日はですね、表現知事選ですね。だからね、斉藤元彦とかですね。で、今日はですね、ちょっとですね、知らない人にはぜひですね、見てほしいんですよ。まあ、そういった動画なんですよ。まあ、今日ちょっとね、再生数とか取れない気がするんですけども、ただね、今更ながら、ぜひね、見ていってほしいんですよ。それ何かっていうと、それがですね、元県民局長がばらまいた、そのね、告発文とか言われてしまっている、怪文書についてなんですよ。何かっていうと、これね、原本見ました、原本。これね、原本見ると、思った以上に怪文書って言われてるんですよ。そう言われてるんです、これ。それを今日ね、皆さんと一緒にね、見ていきたいんですよ。これ、だからね、本当に正義の告発みたいなものだったのか、今一度皆さんにね、ちょっと判断してもらいたいって感じですかね。で、その後に、で、今日ちょっと最初にですね、言っときたいのが、ちょっとね、一つ間違いあるんですよ。何かっていうと、今日結構たくさんですね、群馬県知事の山本一太さん、山本一太結構出てくるんですよ。でもそこで僕が言ってるのは、ずっとですね、ずっと山本太一って言ってるんですよ。だからね、名前間違っちゃってるんですよ。そこでちょっと許してください。ずっとですね、山本太一って言ってるんですよ。もちろんこれね、一田です、これ。ほんとすいません。それだけです、これ。で、その後に、今話題の、群馬県知事の山本太一。だからね、元自民党ですね。で、これね、山本太一が今回のですね、表現知事選について、吠えたって感じで話題なんですよ。これちょっと紹介していきます。はい、ということで、ただこれね、まず最初。これすごいビビりましたけれども、これがですね、これなんですよね。書いてありますよね。渦中の PR 会社代表、説明せず、姿消す。そして下がですね、自宅を訪れるも、やばっていう。だから、なんとこれですね、テレビ局があのね、PR 会社の女社長の自宅に突撃してんですよ。これおそらくですね、旦那と、あとね、まだ小さいお子さんが一緒に住んでるはずなんですよ。で、これね、びっくりしましたけど、もちろんこれね、炎上ですよ。そしてさらにびっくりしたのが、これをやってるのが、フジテレビの情報番組、イットなんですよ。だから、またフジテレビなんですよ。おーいっていう。いや、だからね、大谷からも敵にされたフジテレビなんですよ。で、そう思ったらね、さらにびっくりしたのが、なんとあのですね、まあ、大谷翔平の自宅に行って、でですね、そのね、家の塀の隙間からカメラを映してですね、家の中のね、バスケットボールコートとか、それまで映したんですよね。で、さらに、近隣住民に直撃したりとかしたんですよね。で、あれをやってたのが、なんとですね、フジテレビのイットだったんですけど、なんと今回もですね、全く同じ番組、イットがやってんですよ。わかります？だから、ね、フジテレビじゃないですもん。フジテレビのイットまで全部被ってんですよ。大谷翔平の件と今回の件っていうと。ビビりましたね。全くこう、学んでないっていうか、全くね、修正しようとしてないんですよ。すごいなっていう。フジテレビで、さらに同じ番組やってんですよ。すごいなってびっくりしましたね。それで今回ですね、フジテレビ終わってんな。テレビ局って、ほんとバカなの。また、フジテレビかよ。信じられない。どこまでもクズ。犯罪者じゃないんだし、さすがにやりすぎだって。めちゃくちゃ腹立つんだけど、スポンサーどこかな？まあ、そうですよね。そんな感じなんですよ。で、ちょっとこれ、さらに突っ込んでいいですか？これね、僕ちょっと突っ込みたいのが、だから、これで、奥谷委員長の事務所に行った立花隆を批判してるんだっていう。びっくりしますよね。批判できないだろっていうね。そして、あとこれってですね、いわゆるね、再生数稼ぎの迷惑系 YouTuber と何が違うのかっていう。もう完全に同じじゃないですかね。そして、あとですね、県民局長のプライバシーは配慮するんだけども、こっちは全然ですね、配慮せず行っちゃうんだってね、びっくりしました、これね。いやー、ほんとね、結構びっくりしましたね。はい、そして、ここから今日のメインですかね。これがですね、誰かが警察にですね、名誉毀損とかで訴えて、今ですね、警察が動いてるとも言われている。元県民局長がばらまいた告発文、またはね、怪文書の件についてです。まあ、だからね、すべての元となったあの文書ですね。で、これが今年の9月初めから出回ってるんですけども、あんまりね、その内容っていうと、まあ、もっと言うと、文書がですね、おかしい点について言ってる人って、あんまりね、多くない気がするんですよ。少なくともね、動画では。で、多分ね、この怪文書の原文が出回ったのがね、9月初めだったんですよ、9月初め。で、一方ですね、斉藤知事がですね、悪くないのではってなったのは、そのね、だいぶ後なんですよ。なので、そもそもね、このね、告発文の文書そのものが注目されてないのかなと思っちゃうんですよ。だからね、出回ったのは9月初めですから、その頃ってまだですね、斉藤知事、悪者扱いでしたからね。だからあんまりちょっと伝わってない気がするんですよね。まあね、そんなのね、とっくにみんな取り上げてたよ、だったら、ほんとすいませんって感じですよね。で、実は僕もですね、このね、告発文自体がそもそもやばいと知ったのは結構ね最近だったんですよね。で、今日はですね、だからね、もしかしたらこれがですね、一番手っ取り早く、この件が正義の告発通報だったのか、それともですね、ただの怪文書で見バレしちゃっただけの事件なのか、その判別がつくかもしれないやり方かもってのが、それが、もうすごいですよ。それが、ズバリ、告発文の文章を見てみよう。斬新すぎるってもう、一回回って戻ってきたみたいな感じなんですよね。そんな感じなんですよ。もちろんこれね、気になる部分だけなんですけど、で、まずこれね、そもそもね、告発文の文章、その原本のボリュームっていうと、これが、このぐらいなんですよ、これ。1ページ、
2ページ、3ページ、そして4ページ。4ページちょっとですよね。だからね、3ページとちょっとだけなんですよね。3ページ、3.2 ページぐらいなんですかね。そんな感じですね。で、これ、早くもちょっとね、量が少なすぎません？なんか僕ね、量が少ない気がするんですよ。意外に短いっていうか。だから、早くもちょっとね、皆無償な気がしちゃうんですよね。そんなことないですか？そんなことないかな。で、まずこれね、最初、ジャブからなんですけど、これね、一番最初、こんな感じなんですよ。書いてありますよね。斉藤元彦兵庫県知事の違法行為などについて、令和6年3月12日現在って書いてありますよね。で、一番最初に書いてある疑惑ってのが、これ疑惑として書いてあるんですよ。疑惑として。その疑惑ってのが、伊予木部誠先生のご逝去に至る経緯って書いてあるんですよね。で、これね、誰かっていうと、この伊予木部誠先生ですけれども、これね、兵庫県の政治、政治と歴史の学者なんですよ。で、その人が亡くなってしまったと。で、これね、その文章の一番下の方、この部分ですよね。とにかく斉藤氏は、井戸嫌い、年長者嫌い、文化学術系嫌いで有名ですって書いてあるんですよね。もうちょっとね、このあたりから、ちょっと枯渇本というか、主観というか怪しい感じがしますよね。ではね、今のね、斉藤知事のそういった結果、この後に書いてあるのが、これね、斉藤知事がですね、これね、伊予木部さんという学者を、兵庫震災記念21世紀研究機構から外したんですよ。そのね、役員から外したと。で、それに伊予木部さんがですね、激怒して、で、その後少しして、この伊予木部さんは亡くなったと。80歳ですけどもね。で、それで、こう書いてるんですよ。その理由ってのはこんな感じ。斉藤知事、その命を受けた片山副知事が何の配慮もなく行った伊予木部先生への仕打ちが、日本学術界の主要である先生の命を縮めたことは明白ですって言ってるんですよね。だから、斉藤が悪いと。斉藤が悪いんで、先生がね、亡くなってしまったって言ってるんですよね。皆さん、もういいですか？だからね、告発文ではないでしょ、これ。だから、バリバリなんかですね、こう、支援官なんかの文章なんですよ。これが一番最初からこうですから、もうね。あ、これね、あと言っておきたいのが、前からですね、この告発文章の中に証拠なんかは一切ないって僕ね、何度か言ってるんですよ。何度かね。で、これね、そしてこれ、文章にもやたらですね、思った、思うとかが多いのもね、ポイントというか特徴なんですよ。だからね、何もこう証拠とかないんですよね、本当に。そして次はですね、これね、最初のね、斉藤知事の知事選挙を手伝った職員がいてですね、だから多分ね、2021年ですかね。だからね、牛タンクラブのメンバーでしょうね。で、それがすごいね、出世したって言ってるんですよ。で、不自然に出世してるから、なんかね、違反だろうみたいなこと言ってるんですよね。それをこう言ってます。その時の論考交渉で、この4人は、それまでの人事のルールを無視で、トントン拍子に承認。結果的に彼らが行ったことを裏付けすることになっている。って言ってますね。だからこれもやっぱりね、証拠なしに言ってんですよね。で、今のね、これ、トントン拍子で承認とかってね、トントン拍子ってこれ使います？告発文で。ちょっとカジュアルですよね。はい、そして次はですね、今回っていうと、7つのことが告発されてるんですけども、そのね、一つ一つの見出し。例えばね、こんな感じ。丸三、選挙投票依頼案件。まだね、まだいいですよね。ただこれでもね、アンギャとかって告発文ではね、使わないと思うんですけどね。でもね、これとか。あ、で、これもね、これもさっきのね、7つのうちの1つですよ。丸4、贈答品の山って言ってますね。だからこれね、贈答品の山って表現もね、ちょっとね、これ、完全にこう、週刊誌の込み出しみたいな感じですよね。で、あとね、中身もこんな感じ。斉藤知事のおねだり体質は、県庁内でも有名。知事の自宅には、贈答品が山のように積まれている。って言ってんですよね。この表現もね、そしてあとこんなのも。後日、無事にコーヒーメーカーをゲットしている。ゲットしている。これ、原本ですからね。原本にゲットしてるって書いてあるんですよ。告発文の。いや、だからこれ、ほんとちょっとね、これ、公益通報の文章なのかっていうね。そして次もね、こんなのもこれ。現市長振興課、〇〇課長は、地位と同じ総務省からの出向にもかかわらず、地位から考えられないくらい、礼遇されてるが、そのあたりを忖度しなかったことへの、つらてかもしれないって言ってますね。だから、この人が仲間。仲間だから地位から礼遇されてるって感じですかね。でもね、文章はほんとね、週刊誌ですよね。そしてあとこんなのも。例4、知事は、脅威の衣装持ち、特にスポーツウェア、メーカーにすれば、知事は動く広告と。これもちょっと週刊誌的ですよね。で、あとね、あれですよ、これ。一応これ言っときますけど、全体がこうですかね。全体がこうですよ。変なとこだけ紹介してるわけじゃないですからね。全体的にこんな文章なんですよ。で、あとね、これがですね、これが、警察に届けた理由の一つかもしれないのが、こんな感じなんですよ。特定企業、かっこ例えばアシックスとの癒着には、呆れるばかりであるってあるんですよね。だからこれね、県職の名前とかね、バリバリ書いてあるんですけれども、他にもちょっとこういったですね、有名企業の名前までこれ書いてあるんですよ。そして、癒着してると書かれてますからね。あ、これね、アシックスってのは、兵庫県の企業なんですよね。そして次、このあたりも。これはちょっとおかしいですよね。そして、とにかくもらい物は全て独り占め。特産品の農産物、職員関係も全て、あまりの強欲、周囲の気配りのなさに、秘書会員ですら、呆れてるという噂、ってあるんですよね。だから、噂で告発するなよっていうね。
てか、だからこれね、やっぱね、告発じゃなかったんですって、これ。だってこれね、怪文書をばらまいたらバレたから、だからね、公益通報に切り替えただけで、もう決まりでしょう。だってね、秘書会員ですら呆れてるという噂って書いてますからね。あとね、なんかありましたよね、さっきね、これ。あまりの強欲ってありますけれども、これ、告発文にそんな言葉ね、使わないでしょう。まさに怪文書ですよね。さらにこんなのも。もちろん出張先での飲食は、原則、ごちのたかり体質、お土産必須、そのため、出張先では地元の市長や利害関係人を陪席させて、支払いをつけ回す。出張大好きな理由はこれ。現場主義が聞いてあきれる。って書いてるんですよね。ね？原則ごちのたかり体質って。ごちって。そんなん使わないだろ、告発文でっていう。さらにですね、聞いてあきれるとかありましたよね。いやー、だからね、もうほんとね、なんでこれをテレビとかマスコミがですね、公益通報の告発文、正義の告発文とかって報道しまくったのか、まあ、してるのかですよね、ほんとね。不思議ですよ、これね。まあ、だからね、今回のね、斉藤知事のね、この怪文書への対応の仕方っていうのは、もしかしたらね、問題あるのかもしれないですけれども、でもですね、別にこれ、知事のせいで告発者が死んだ感じもしないし、そしてこれ、文書も、もうただのね、怪文書だし、だからね、僕的にはこれはですね、斉藤知事にちょっとね、ちょっとした注意で終わる案件かなと思っちゃいました、これはもう。で、ちょっとね、僕だけじゃなくて、この現場を見た人の他の人の感想を見てみましょう、これ。しかもこれがですね、9月の初めの方の感想なんで、だからまだその頃っていうと、完全に斉藤知事がですね、悪者だった時にね、その頃にみんなですね、この文章を見て、どう思ったのかですね。それがこんな感じ。こんな電波ビュンビュン飛ばしてる怪文書を、業務時間中にせこせこ書いてたんなら、処分は不可避だろう。って言われてますね。そして、あとですね、やっぱりやばいやつじゃん、とか、支援もりもりすぎて、嘘くせえ感があるが、メディアがメディアのリークを公益通報だと扱うのなら、メディア自身が告発文を公表するような、公に出せないのなら、公益性がない証だろうに、って言われてますね。そして、あとですね、あのね、学者の伊予木場さんが亡くなったやつについて、こう言ってます。ここ数年の動脈隔離って、それはワクチンが先般では。やめておけって。やめておけって、もうちょっと、動画の趣旨が変わってきますからね。はい、そして次はですね、みんな、めちゃくちゃな文章だろうと言われた本人が、これは嘘待つ。俺たちで処分する。なんてならんのよ。って言われてますね。まあ、だからちょっとこれは批判してますよね。斉藤知事をね。そして次はですね、これは報道できない。わらって言ってますね。そう。報道できないですよね。でも、これ、しろよっていうね。だからね、報道しないんだったら、これね、斉藤知事を叩くなって感じです。どっちかにしないとってね。だから、斉藤知事叩くんだったら、こっちもね、報道しろって感じですね。降下しろっていうね。なぜか降下しないっていうね。本当に変更報道ですよね。そしてあとこんな感じ。さすがに盛りまくったんやな。どんだけ怒り狂ってたんだよ。とか、あとですね、怪文書だと言うなら、パワハラの事実を否定するべきでは。とか、あとですね、こんなもんだろうなとは薄々思ってた。ってありますね。そして、あとね、こんなやつもあるんですよ、こんなやつも。文章を読んで驚愕した。本当に何も証拠ないまま憶測で書いてるんやな。公務員長年やってるけど、局長級でこんな文章しか書けないのか。表現職員のクオリティ、どんだけ低いのよ。正直終わってる。他の自治体の平職員レベルでも、もっとまともな文章、根拠立てて書くで、って言われてますね。で、ただこれに対してこんな感じ。京大法学部って言ってますね。しかもこれね、これ。だから亡くなった県民局長って言うと、京大法学部出てて、で、エリートコースでもうね、県庁の中でも人事畑でずっとですね、こう、順調に登ってた人なんですよね。登って行ってたと。まあだからね、仕事ね、絶対できたと思うんですよ。まあだから今ですね、これね、この文章を作ったのは別の人じゃないかって疑惑ね、出てますよね。そんな感じっていう。はい。ということでこれ、皆さんどう思いましたこれ。これが正義の告発文なのかっていうね。まあ、別にね、そう思った人がいても否定してないですけど、僕はそう思わなかったんですよね。はい。そして次ね、次行きたいのが、これがですね、今ちょっと話題の、これね、群馬県知事をやっている元自民党の国会議員の山本太一ですね。これが今回のですね、表現知事選についていろいろ喋ったんですよ。これちょっとね、気になる部分だけ紹介していきます。こんな感じです、これ。まずこれがですね、今回の選挙についてどう思ったのかについてこんな感じ。まずですね、兵庫県知事選挙の結果はですね、まあ28年間国会議員知事を務めてきた私としてはかなり衝撃的でした。今まで、まあ、28年間6回全県選挙を戦ってきたと。未だかつてですね、これだけテレビ、新聞、雑誌、初期にはネットも含めて、あらゆる特に既存のメディアから一方的に、かなり攻撃された批判された候補者が選挙で当選したっていうケースは一度も見たことがありませんでした。だその意味では非常にある意味衝撃的だったという気がしています。って言ってますね。そしてじゃあこれね、なぜこんな結果になったのかについてこう言ってます。これやっぱり日本国民っていうか少なくとも兵庫県民は既存のメディアの
報道とか発信を信じなかったってことだと思うんですよね。やっぱりそのネットから出てくる新しい情報みたいなものもしっかり頭に置いた上で判断したと。まあ信じなかったというのはそのまま鵜呑みにしなかったと。で、こういう現象って多分初めてだと思うんです。だから多分10年後、20年後ぐらいに後で振り返った時に、これある意味で言うと、その一つのターニングポイントになった。少なくとも選挙についてはですね、明らかに一つの転換点になった出来事だったというふうに振り返られるんじゃないかなと、いう気がしています。で、僕もね、これについてですね、日本の歴史に残る出来事って、そう言ってるんですけれども、でちょっとね、見てほしいのがあるんですよ。すごいね、わかりやすい図があるんですよ。どんな図かっていうと、こんな図なんですよ。こんな感じ。なんかちょっと面白いですよね。まあこれね、まだね、まだ完全にね、そうなってないんですけれども、まあこれがね、始まった歴史的な日だったと思うんですよね。すごいなって、こう、転換点ってありますよね。影響力の転換点っていうかね、逆転したところっていう。それが、あの選挙の日だったって、すごいですよね。はい。そして次はですね、これね。で、改めてですね、今回ね、ものすごいマスコミに報じられたパワハラなどについて、もう絶対これね、テレビとかでね、絶対にこう報じられね、ものすごい正論言ってましたね、正論を。こんな感じ言ってました、これ。まあ、斉藤知事にパワハラがあったのかどうかっていうことについては、結局最後までね、決定的な証拠が出てこなかったじゃないですか。で、やっぱり今こうやって政治家やってて思うんだけど、28年も。本当に例えばパワハラをやってたんだったら、絶対に録音とか残ってるんですよね。それ録音も一切出てこなかったですよね。で、今日ちょっとさっき報道見てたら、結局白状委員会の委員長が言ってたのは、7人か8人、6人か7人か分かんないけど、その斉藤知事からパラハを受けたみたいな問題で、証人として、まあ、いわゆるその、招いた、県知事職員の方々がいるわけじゃないですか。そしたら委員長の感覚だけど、明確な、斉藤知事から明確なパワハラを受けたという、結局なんかこう、証拠みたいのはなかったと。そういう発言はなかったと思うっていうようなことを言ってるわけですよね。じゃあ今までのことは何だったのか。で、町議でも言ったんですけど、こうやって世の中で生きてて、評判、誰からも評判のいい人なんていないですよ。それは記者の間だってそうだし、政治家でもそうだし、経済人もそうだし、誰からも評判のいい人なんていないわけじゃないですか。その中でやっぱりいろんなことが起きたときにね、誰かを、この人はパワハラをしたみたいに言うときは、ちゃんとやっぱりね、証拠がないといけないと思う。このままだって斉藤知事が選挙に負けてたら、生涯パワハラをした人っていうことになったじゃないですか。だけど今申し上げた通り、もう一回言いますけど、百条委員会から呼んだ、6人か7人かの、職員の方々から、結局明確なパワハラの話がなかったって委員長が言ってるわけでしょ。じゃあ何だったのかと。それから次々にワイドショーとか、週刊誌から出てくる斉藤知事の所業みたいなね、おねだり知事みたいな話で、行き過ぎのところはあったかもしれないけど、これって知事としての不信任に値することなのかっていう実は感触も今思えばあって、そういう意味で言うと私も、いわゆる既存の、メディアの報道に結構すごく影響を受けてたっていうところがあるかなっていうのは、反省してて、よくね、世の中にはあるんですよ。なんかこう、この人がパワハラだみたいに決めつけて、証拠もないのに、伝聞で、この人がああ言ってたかとかね、こう言ってたかとかね、こういうのはね、やっぱり良くないと思う。どっかで聞いたような話かなと、もうこれ以上言いませんけど、思ったりして、そのことだけはちょっと申し上げておきたいなと、いうふうに思います。っていうね、ほんと正論ですよね。ただ、それなのに、まだマスコミは斉藤知事をですね、悪者として報じ続けてるっていうね。で、そんなメディアに対して、こう言ってます、これ。こんな感じ。日本のメディアの方々も、一歩立ち止まって、この結果をよく見て、少しいろいろと、考えられた方がいいんじゃないかなと、いう感じが、したっていうことがまず一つです。ただ、まあですね、全く立ち止まってないですよね。むしろ今ですね、さらにね、ひどくなってるぐらいですよね。変更報道続いてますよね。そして次はですね、なんとこれ、兵庫県の県議たちについて、こう言ってます、これね。知事と県議会のあり方自民党から共産党まで、維新もそうですけど、すべての会派の県議がですね、不信任決議案に賛成したわけじゃないですか。で、普通ありえないですけど、全会一致で不信任決議案が成立したわけじゃないですか。で、それをもって、斉藤知事は失職っていうものを選んだわけですよね。すべての県議が、斉藤知事は知事にしてほしくないという、ある意味意思表明をした、その後の選挙で、斉藤さんが当選したわけでしょ。おそらくね、県民からは、県議会の存在意義って何なんだろうって思われると思うんですよね。いやー、なんか申し訳ないんですけど、群馬県は違いますよ。
県議会ってこの程度なのかと、本当にそういうふうに思って、ある意味がっかりしたし驚きました。まあ痛烈ですよね。ただね、この部分に関してはこれ全員じゃないけれども、一部の県議もですね、マスコミの被害者かなと思ったんですよ僕は。だからね、マスコミが変更報道して、で県民の多くがそれを信じて、でサイトは悪だってなって、悪人だってなって、でそれに押されて、もう不信任しないと自分の支持が下がるとまずいんで、まあそれで、まあいいことじゃないですけどね、いいことじゃないけれども、こう不信任案を出すしかなかった県議も多いと思うんですよ。僕そう思っちゃうんですよね。はい。そしてあとがですね、これね、斉藤知事自身についてもこんな感想でした。これ感想です。これ全会一致で不信任決議を突きつけられた、あとその後、これは知事のご性格なのか戦略なのか、そもそも意外と人格者のようわかりませんが、一切不信任決議を突きつけた県議の悪口とかを言わなかったですよね。特に斉藤さんはその自分の主張は言ったんだけど、周りに対してそれに対して恨み事みたいなことは言わず、終始冷静に戦っておられたと。でこれがあったからもしかしたら勝ったのかなと思うんですけど、それは本当にやっぱりさす、なかなかこれも政治家として勉強になりました。斉藤知事に会ったことないんですけども、これだけの批判に耐えて、特にそれについて誰か特定の人物の悪口を言うこともなく、やっぱりこう選挙戦に臨んでやったっていうことは、やっぱり本当に勉強になりました。やっぱりある意味政治家としてはそこは大したもんだなというふうに思いましたって感じっていうね。でもこれね、斉藤知事見ててすごいなって思うのが、本当ね、人の悪口言わないですよね。でかといってこれ質問とかで、こう質問でまずい質問とか答えたくない質問が飛んでくると、ちゃんとこれね、斉藤知事っていうと論点ずらしっていうテクニック使ってるんですよね。まあだからあれ見てるとね、ほんとね、どこの会社でも修正できるというかね、ミスしないですからね、修正できますあれはね。まあこれについてはね、一概にいいとも悪いともね、言わないですけどね。ただね、まあただすごいなと思いますこれはね。はい、ということで今日はですね、こんなところでございます。